進路が投げた5軍戦、途中までは進路がまあなかなかいいピッチングしてましたね。こっちは久保1点取られますね、3回に1点だから、久保とかもいいプレーを見せました。4回、菊池が、2点目、徐々に捉え始めるか、セガがアウトになったけど菅原が3対1になって、久藤もそこで点入れられてしまう。3対3という展開で、はい、ここから片岡に交代して、片岡もなかなかナイスピッチング。こっちは戸亀で、まあ戸亀あたりに変わってから打ち始めたかな。野村もでスクイズ、木下スクイズで1点で、しかもセーフ。満塁にして、全員がスチールしながらのスクイズ6点目。そして松尾初球だったんだ、吉野からナックルをまた失敗した。その展開でしっかり岩崎もね、投げました。うん、いいね、うん、いい流れだと思うよ。片岡が無失点に切り抜けて、この3点をねずっと守りきってくれたよ、中継ぎ。この守備は前ね、ただしっかり吉野からまた点を入れました。木下でナックルをしっかりと投げ、ナックルとか緩い球打つのうまいな木下。佐野は、中がうまいね、結構中が止められてる気がする。3ボールからナックルを50点。ファールで粘りつつ高山投手のスプリットフィンガードを打って菊池が12点取りました。うん、いいんじゃないですか。で最後は岩崎が締める。効率的な勝ち方だ。これも三振、竹内三振。なかなかミートもある竹内。素晴らしい展開にして勝ちましたね。まあ、七軍戦なんですが、まさかの打撃戦になります。まずですね、オクタビアが初回にかなり失点してしまいます。なんででしょうね。ああ、高一か。うん。まあ、ちょっと仕方ない部分あるけどね。まあ、オクトスモークをうまく打ったのがすごいけどね。これを三塁打にさせてしまったと。センター。まあ、なかなかナイスランですね。これ打ったのが丸山？しかも、調子悪い丸山がオクトスモーク打ったんだよ。これはナイスプレーからの高田に打たれた5対0という感じです。このスタートからどうしましょうっていう感じだったんですけど、相手は須崎投手。2アウトから1点取ります。はい、菊池のヒットで1点取った後の3回の表も
佐野。佐野のヒット、さらには久保のヒットですね。まあ154キロ出てるけど真ん中付近に来てるからね、まあ打てますね。でノーアウトでまたもう1手入れた後に福井に変わり、福井がスクイズ、福井に変わりスクイズ成功。佐野のスクイズ、久保の長打、オーバーだ。ああ、犠牲フライか、松尾の犠牲フライで7点目。そして8点取り、8対5の状態、6回の裏で、実はですね、そのオクタビアはそこからですね、1回も表は取られたものの、そこから抑えたんですよ。で菊池うまいこと打った、取られそうだったけどね、10対5でした。で大城に代わって途中から、まあヒットは打たれるものの、もののですね、スプリット、うん、スプリットをうまく打たせるという、流れでした。相手投手が中村投手、市川、ヒットを打って11点。そしてこの回にですね、その次の野村ですかね、野村、まあ、ちょっと狙ってたって感じですか、ホームラン。ちょっとど真ん中すぎる。で木下が出て佐野、ちょっとね中村投手ちょっとど真ん中すぎますよ。何キロ、球速出なかった、あまりにもちょっと打ち殺すぎたね。で15対5になります。ただここから、はい、8回、オコエに代わってオコエがもうボコボコです、ね、急にボコボコ打たれます。ノーアウトから、ノーアウトでボコボコ打たれちゃって、で岩崎に代わって、で15対10、まあなんとかこれ取ったけどね、危なかったねこれもね。15対10でした。で、この回は抑えられた、はい、小泉抑えられた。最終回も、ね、高田に長打、高田結構うまかったね、この回。まあなんとか岩崎抑え切り、はい、抑え切りましたということで、かなりの打撃戦でしたが、まあ相手投手を捉えられた、23安打捉えられたことが要因でしょう。そして4軍戦、碇守と一ノ瀬の先発、こちらもなぜか打撃戦になってしまいます。なんかね、このメンツ見るとなんかね、え投手戦になりそうな雰囲気はあったんですけどね。まず佐野がヒットで1点、はい、佐野ヒットです。ライジングキャノンマークだ、1点、2点、3点か。1点がまず佐野で入っての久保のヒットで2点、3点でした。で、3対0でずっといって、で、一ノ瀬もですね、3回の裏にどんどん入れられて、2点。で、さらに4回にも、
まあ、ポテンシヒットですけどね。1点で4対3。で、5回もこっちもヒット打ちます。打って、市川のヒット。それともうまく打ったんじゃないか、これは。4対4になります。で、5回。まあ、一ノ瀬粘ってたけどね。ちょっと打たれすぎですから。村上が3安打。おー、すごいね。村上と青木にヒット打たれて6対、4になります。はい。で、菅原？菅原が打って6点目。まず菊池が打って5点目。片岡がつないで菅原がヒットで6点目。はい、でした。6対6。片岡がね、頑張ったね。ただ打たれたか。福田に打たれて7対6。まあ1点くらいなら仕方がないか。相手が岩本投手になり、佐野が打って7点。7回まで7対7という展開でした。8回の表、岩本投手がつなぎの、菅原がセンター前ヒットで8点目。で、市川が後藤からサードゴロでダブルプレー。うまいね、これ。結構でも接戦だったね、途中までね、ずっと。8対7か。でもそこをね、マーティンがちゃんと受けし。まあ、これは無理だったか。ダブルプレー取れなかったか。そっか、ちょっとやばかったね。1、2塁までされて。遠藤だった。よくここスクリューで投げ切りました。9回に、ヤギのスクイズだから福平が頑張ったね。で、途中から出場の谷地ドロップをうまく打って試合を決定づけたような感じですかね。よく打ったと思います、石橋から。で、最終回、マーティンが投げ切ったのか。うん、マーティン頑張ってんな。で、いきなり、村上に長打打たれたんだ。一、二塁になって。よく抑えたの、ここから。ドロップで、ダブルプレイをしっかり取れたんだ。なるほど。危なかったと思います。はい、10対7。で、こういう勝ち方もしています。ということで、初戦からはずっと勝利しているということです。6軍戦。これも初回からですね、大西を捉えます。はい。なんかポンポンね、普通に打って。木下がタイムリー。佐野もしっかりね、つないで、スライダーを打って、まず3対0します。で、こっちは、久藤が投げて、途中まで1失点、はい、という形。ピンチには弱いですけどもね、しっかりキレのいい球で抑えたんじゃない？シュート、いいんじゃないか。で、ここからは意外と投手戦になります。久藤がピンチを守りきり、相手投手は滝になった、まあ、打てそうで打てないんですよね、やっぱり滝なんか。フォークか。
そうか、うん、そして8回ようやくね打ち始めます。佐野がまず出たりしての松尾が完璧に捉えましたね。ライナー性であそこまで持ってた。代打で出た北村がヒット、菅原がヒット、市川も繋いだんだっけ、市川も繋いで、はい、いい形で千葉が投げます。この回千葉はそうですね、1失点してます。まあ、なんとか抑えたかな、うん、そこからはなんとか抑えた。結構ちょっと怖かったねこの回。相手は田村、守りきられたのか田村には。ん、田村から1点取ったんだ。久保のヒットで1点、でさらに松尾のヒット、うん、松尾のヒットで1点、9対2、うん、これはもう解消ムードに結局なりましたね。で千葉が最終回、なるほど、千葉が最終回投げ切ってスライダーを投げて、うん、なるほどね、9対2で解消という形。ラスト8軍戦、松井と鋼の先発。松井が意外と抑えたな。いやでもこれは、いや抑えてないのか。松井が初回にまず1点取られて、2回にうん点取られたんだな、カーノに打たれて。うん、いやそういうムードだったんだ。鋼が最初抑えて4対0という流れで、鋼全然打ってない、はい、防戦一方という。まあこれはなんとか抑えたられたらよかったね。なんだから これがターニングポイントになったか。で7回まで無得点だったんだ。よくそっからだね。うん、まず市川がヒットで1点。鋼からだよね。野村。やっとって感じ？そう、こっからか。野村がヒットで2点、3点取って。木下もつなぎ、内山にも変わりました。内山に変わってセンターオーバー4点目。で佐野5点目。久保6点目。菊池、はい、長打で一三塁にして松尾が、はい、ライナー性7.8点で菅原、うん、素晴らしいホームランで10点で10対4。なるほど、こっからもう8軍は鋼が変わった途端に打ち出したので、こっちもちょっと守備のミスがあって富田に代わって、うん、新井に打たれます。で千葉に代わっても打たれます。はい、千葉に代わっても打たれる。でじわじわとまあ打たれたんですけど、ただこっちも、西口からが変わっても打つというね、まあ、西口からだったら3のホームラン11点12点か、ね、松尾が打って13点目、13対6になります。千葉は守り切ります。
そうだね、じわじわ打たれたって言ってたから13対7なって、9回は上本に変わります。さあ上本から、野村は抑えたけど、その後まさかの木下が、あんまりねシーズンでもホームラン打ってなかったんだけど、木下がここで打ったかっていうね、うん、ここで打ったかっていう感じだったな。で佐野、今日この試合大活躍でした。はい、佐野2ホーマー、もう1本打ちましたね。まあ久保とかも4安打してるからすごいね。まあこの試合はもういいでしょう。まあ点取られる場面はあったけどね、ここでも1点取られるという。うん、9軍すごかったね。あの後半戦は C の3軍戦に負けただけで、あとはですね全部9得点以上、取ってます。まあ、20安打した試合が結構多かったという。打線が好調でしたね。前半戦はそんなにね、うん、8点以上取った試合が1試合しかなかったからですけどね。うん、なるほど、急に覚醒しました。ということでリーグ戦後半は首位、うん、首位でした。9-7-3-4。後半はかなりいい感じでしたね。でトーナメント戦に行きます。で後半だけだったら6割以上が2人、久保と佐野が6割以上打ってますからね、うん、素晴らしかった。トーナメント、まず初戦が日本だったんだ。なるほど。でこの試合に関しては一ノ瀬の頑張りに尽きる。はい、早い回にですね、2回松尾がヒット、山本から、いや こういうね少ないチャンスを本当にものにした試合だったんですよ。木下がスプリットをうまく打って、でこの走塁も良かったね、うん、素晴らしい走塁でした。で3対0にします。でまあこっからは全然山本打てなかったんですけど、まあ打てないね。まあ、この試合に関しては一ノ瀬の頑張りにつきますね。リーグ戦では結構打たれてたんだけど、大谷との対決なんですけど、2-3までしてスクリューをファーストフライに打ち取るという理想的な、うん、勝ち方ですよね。で相手として今永に代わってからは、まあ塁には出たんですが結局打てなかった。村上なかなか動きいいな。村上と源田いきますね。でこの回まず、はい、特大ホームラン村上から打たれます。さすが村上でしたね、このパターン。ただこの村上の一発だけに一ノ瀬抑え切りました。この日本打線素晴らしかったですね。95球2アウトになって、普通に抑えたよね2アウトから、うん、でまあこの試合もね、今永が好調で打てなかったと思いますか。で最終回も投げたんだ、ファーストアウトまでは投げた。うん、いや素晴らしい。これ一ノ瀬のことにつきます。で、岩崎が近藤をまずフォークでセカンドゴロ。大谷をしたんだっけ。おお、すごい。大谷クロスファイア岩崎の。すごいね。日本打線1失点。
打って変わって投手陣めっちゃ頑張るんですよね。で巨人戦なんですけど2回戦戸郷から、今度は打線が爆発なんですね。もちろん満塁にして佐野から、佐野が戸郷から得点、久保が打って菊池が打つ、まあ内野ゴロの感ですけど大丈夫ですが、で松井1回に1点失うものの、それ以降は頑張りました。うん、松尾が5点目、野村が長打、どこから野村が長打、方向長打、佐野が打って7点、松尾が打って8、9点。すごいですね、松井すら打つ。巨人の投手陣崩壊、菅原打つ、市川打つ、なるほど、で大江に代わって5回も打つ。このですね、点の取り方なんですけど、松尾がまず1点打って、また松井が打つピッチャーの松井が2打点ピッチャーの松井2打点、そして市川のこれ、まあ、ちょっと弾道が低かったけど満塁ホームラン、これで勝負あり、17対1という快勝でした。2回戦は5回コールド。そして決勝もですね、まあ久藤が先発、まあ、途中までは、中日ペースだったんですけど、中日戦の時はなぜか同戦になるというね、お決まりのパターン、久藤が2失点しました。まあ、ずっと防戦一方でしたね。オクタビアがあります、中継ぎとして投げるオクタビア、ずーっと投手があれ、なんか福谷にずっと抑えられていたですよ。福谷にずーっと抑えられていたんですけれども、ここから爆発、だから1点でも返そうとしたんだな、まずはな。で、菊池が打って松尾が打ったと。で、湯浅、この伏兵が湯浅、まあ、発球打ちが効いたのか、いや、普通に真ん中だったか。湯浅、代打湯浅がまさかの代打スリーラン、はい、っていう展開でした。しかもずっと抑えられてた福谷からだったんですからね、急に打たれすぎだろうって思うんですけど、そして菅原、素晴らしい、アウトコースの高めのボールを流してホームランというすごいバッティングしました。すごいね菅原ね。でまだ続きます、はい、市川の村が打っての、木下はアウトになったけど佐野が打って7点目、谷本から久保も、こっちまで抑えられ気味だったけどセンター返し、まあ、うまく打ったという感じですかね。で中継ぎのオクタビアが普通に頑張ってね、オフトスモークで素晴らしい。
9回まで行っちゃおうかなって感じだったんですけどね。最後市川の長打で快速飛ばします。足速い。菅原の足の速さですね、これはね。9対2で優勝です。ここで優勝。8回コールドでセ・リーグ決勝優勝というパターンでした。